こんにちは。こんにちは。いいですね、やっぱり。またフランス。好きな。実はですよ。はい。いや、今日ご紹介するのは、うん、私の私物ではないんです。まだ。まだというのはですよ、ちょっと含みを持たせてるんです。はい。というのも、悩んでるんです、今。やるか、買うか買わないか。やるかやられるかみたいな。そういうレベルです。なぜかというとですよ。はい。私、ビーニーもこよなく愛してるんで、もう、即買いしたかったんですよ。うんうん。ただ私は昭和の男として、うん、もうね45超えたおっさんとしてですよ、うんうん、ポンポンをつけていいのかと、全然いいと思うんですけど、嫌なんですか、ポンポンかーって、こうないなけりゃ、うん、もう即買いなんですよ。かわいいと思う。かっこいいんですよ、これ。欲しくてしょうがないんですよ。だってただポンポンがでしょ、ポンポンがちょっとこれでですね、うん、悩んでるんですよ。もう早い2週間ぐらい出てから。そうです。はいはい、いいと思いますよ。だからまあ動画ね撮らせてもらうときだけはちょっと着用しようということで、うんうん、今着てもあの被ってますけどね、うん、これね、うん、何がすごいって、はい、これ言ったらみんな買っちゃうよっていうキラーワードが1個あるんですよ。有名人が被ってるとか。違うんです。被ってるのは私ぐらいですよ。私いいですか。メイドインどこでしょってことです。一番その問題が嫌だ。いいですか。じゃあヒントいきましょう。はい、恒例のチリの時間です。はい、いいですね。今日観客がいるんで。今回はですよ。はい、今回もですよ。もアジアじゃないんですよ。もうアジアばってんで、まさかのヨーロッパです。はい、じゃあどこでしょう。どんどん言ってください。はい、どうぞ。何がなんで出てこないんですか。でフランスとか、フランスじゃないですか。フランス。出るってのに。じゃあこれ最大のヒント、はい、スロバキアじゃないんですよ。はい、はい、パキスタン。パキスタン。パキスタン。パキスタンはアジアだろ。いい。アジアだろ。いい。はい。え、最初の何じゃ。うんとかスロバキアだったじゃん、前の国は。うんとか、うんとスロバキアっていう国が分かれて、その国とスロバキアに分かれたんですよ。何それ。何ね。モンゴル。モンゴル。モンゴル、スロバキア。モンゴル、スロバキアって国があったか。ないだろ絶対。ちょっとじゃあヒント、もうこれ全然関係ないヒントね。はい、チョコに近いね。あ、はい、はい、チェコ。そうだよ。チェコスロバキアでしょうよ。もう最大のヒントでした、チョコ。まあいいわ、ついにですよ、新しい国。ここ、この先生面白いね。チェコスロバキアじゃなくてチェコ共和国ですよ、はい、チェコ共和国の産なんですか。まさかのチェコ産の。初めてだ。チョコじゃないですよ。はい、チェコ、まあ、分かったよ。チェコ産の帽子なんですよ、これ。初めてですね。そんなものがですよ、うん、自分家のこうクローゼットにありますか。チェコ産の服。モロッカンと。モロッカンかチェコ。チェコなんですよ今も。それを聞いた瞬間にですよ、はい、買おうかなって。ボンボンでも買っちゃおう。ただじゃあボンボンがついてる俺が許されますかってことなの、これ。ボンボン取っちゃえばいいじゃないですか、うん、ボンボン。あ、取ってしまう、これを、うん、ありだよね。ありありあり。でもボンボンがって、やばいやばい、すごいこと言いますね。取れそう、これ。取れる。え、でもボンボンが、え、取れる、これ。買いましょう。ありがとうございます。はい、あの今これ終わったら下行ってお会計します。ちゃんちゃん、もうちょっとみんなね、うん、勉強いいですか。今日のチンカイとね、オーストラリア。え、あとパキスタン。あ、最後極めつけはモンゴル。そんなわけねえだろって話なわけですよ。ヨーロッパだ。アホだった。まあいいでしょう。うん、いいですか。このボンボンビーニー売ってますんでね。はい、して多分ですよ、これ取れますから。ボンボンが嫌な人もね、ボンボン取ったら欲しいですね。
取れたら熱くね。いや取れたらこんなにかっこいい瓶に。だってこれ見てください、このデザイン。デザイン超かっこいい。超良くない、うん、で今年のフランス代表ってこのライン入ってるじゃん、ね、全部揃ったじゃないですか、うん、もうさ、うん、なんでこんなに俺の心をわしづかみにするんだこいつら。もうドストライクすぎるんですね。はい、もうこれ買いますから。ありがとうございます。というわけで今日ご紹介したのは、はい、あのチェコです、はい、スロバキアじゃなくてチェコ共和国で作られた、はい、こちらのポンポンビニでした。はい、皆さんも地理の勉強しましょう。はい、いや